た食べた。余は満足じゃ。こらこらゆゆこ様、また食べてすぐに横になって、そんなことばっかりしてると牛になってしまいますよ。またそんなことわざ持ってきて、そんなので牛になるならもうとっくに牛になってるわよ。まあそうですね。でもやはり食べてすぐに横になるのは。ゆゆこ様。なんなのよヨウム。あのですね、落ち着いて聞いてくださいよ。だからなんなのよ、私は落ち着いてるわよ。牛になってます。え？牛になっちゃいました。まさか本当にゆゆこ様が牛になってしまうとは、あのことわざは本当だったんですね。ごめんなさい、ごめんなさい。もう食べてすぐ横になったりしません。こんなお姿のゆゆこ様を他の人に見せるわけにはいきません。ゆゆこ様、ここは私たちだけでなんとかしますよ。なんとかするってどうするのよ。私はもう牛の姿で死んでいくんだわ。ゆゆこ様もう死んでおられます。そうでした。どうしよう。ゆゆこ様嘆いていても仕方ありません。運動です。ゆゆこ様に今足りてないものは運動なんです。運動？そうです。ということで2種類の体を動かすマップを用意しました。このマップを攻略して元の美しい姿を取り戻しましょう。運動？めんどくさい。じゃあ一生牛のままでいてください。それだけは嫌。じゃあごちゃごちゃ言わずに運動します。わかりました。ゆゆこ様が元の美しい姿に戻れるよう、高評価で応援してくださいね。じゃあゆゆこ様行きますよ。もう嫌だ。ゆゆこ様喋り方まで牛みたいになってます。それでヨウム、ここはどんなマップなの？まあ言ってみればわかりますよ。このボタンを押してくださいゆゆこ様。このボタンを押せばいいのね。ポチッと。え？なに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 ？何がどうなってるの？まあ待っていてください。すぐに移動させられますから。あれ？何ここ？ゆゆこ様こっちです。こっちから先に進むことができますよ。体が重い。いや重たいでしょうね。ここはドロッパーという種類のマップで、まずゆゆこ様にはこのマップの前半6ステージを攻略してもらいます。あ、なるほど。こっち側をクリアしたらいいの？そういうことですね。前半だけでいいの？後半は難易度が跳ね上がるので、体の大きくなってるゆゆこ様には無理です。そういうことかよ。うわ、何ここ、めちゃくちゃ綺麗じゃない。ですよね。ここならゆゆこ様も気持ちよく運動してもらえるかと思いまして。なんだ、いろいろ考えてくれてるのね。さすがヨウムじゃない。えらいえらい。ヨウム、お帰りなさい。ゆゆこ様、ごめん、えらいえらいしようとしただけなんだけど。はぁ、ゆゆこ様は今牛なんですから、力加減も気をつけてくださいね。ごめん、でもなるほど、そういうことなのね。なんとなくやるべきことはわかったわ。ここから飛び降りて、どこかにある着地スポットにちゃんと着地できればいい感じなのね。まあそういうことですね。ぐはぁ、なるほど、これはいい運動になりそうだわ。でもちょっと難しすぎない？まあ最初は難しいでしょうが、慣れれば上手くなってくるんじゃないですかね。まずはどこに着地しないといけないのか探すところからですね。着地だからきっと水がどこかにあるのよね。これは難しそうなんだけど。どこだどこだ？どこに着地したらいいの？私もまだ見つけられてないんですよね。あ、今なんか水っぽいのが見えた気がするわよ。多分この辺だった気が。もう一回降りて確認してみようかな。どこだどこだ？あ、ほら見てよ。これ絶対に水色のガラスでした。違ったか。あれ？というかヨウムどこなの？ゆゆこ様、私もうクリアしちゃいました。え？嘘でしょ？ヨウムすごすぎるんだけど。でもやっとどこに降りればいいかわかったわ。多分ここに噴水があったと思うのよね。まだ最初だもんね。早くクリアして次に行かなくちゃ。よし、着地成功。やりましたねゆゆこ様。いい感じで着地できたじゃないですか。この着地できた時の爽快感、最高。これ降りてきたけどどうしたらいいの？どうやらそこのボタンで次に進めるようですね。あ、なるほどね。よいしょっと。ふむふむ、ここに戻ってくるのか。それじゃあ次に進んじゃいましょ。次はどんなところなのかな？ちょっと楽しみになってきたんだけど。うわ、ここも鮮やかで綺麗だな。早速飛び降りちゃおっと。ゆゆこ様意外とノリノリじゃないですか。ここは砂漠のイメージみたいですね。ぐは、着地する場所全然わからなかったな。とにかくいっぱい飛び降りて、まずは着地地点を探さなくちゃ。あのピラミッドあたりが怪しそうよね。ほら噴水みたいなのけ。ふん。でもなんとなくわかっちゃった。この奥の方を通り抜けたらいいっぽいわね。ほらかなり噴水に近いんじゃない？うわ惜しい。もう少しだったんだけどな。いいじゃないですか。割と噴水の近くまでは行けそうですよね。あとは微調整してなんとか噴水に着地できれば。さっきみたいに水が上に飛び出してないから難しいな。しっかりと噴水の中に入り込まないといけないみたいね。ゆゆこ様体が大きくなってますからね。私に比べて難易度が跳ね上がってるんですよね。頑張ってくださいゆゆこ様。お、今度はいけそうよ。え、今のは入ったでしょ。ダメなのか。かなりしっかりと枠を捉えないといけないのね。これは難しいなぁ。あいた。結構シビアですよね。私もゆゆこ様よりは体が小さいですが、なかなか着水できずに困ってます。あ、いけましたいけました。ゆゆこ様私いけました。いいなぁ。私も負けてられないわ。でも今ヨウムが入ったところなら私の体でも入りそうよ。今入ってたじゃない。今のはいつものゆゆこ様なら成功でしたね。早く人の体に戻りたい。これもダメか。くそ難しいなぁ。でもだいぶ感覚は掴んできたんだから、今度こそ絶対に成功させてみせる。そこで引っかかります。私が思ってる以上に体が大きいの。お願い、今度は成功して。ここだー。
たー。やった、ついにやりましたね、ゆゆこ様。あ、すみません、興奮して殴ってしまいました。いいのいいの、許してあげる。それは許してないです、ゆゆこ様。よし、それじゃあ次のステージ行っちゃうぞ。うわ、何あれ、目玉？どうなんですかね。でもサンタさんも見えますね。サンタさんに目玉ってなんか印象が違いますが。確かに何か変よね。まあいいか、今回はちょっと先に上から落ちる場所探してみようかな。お、あそこダイヤブロックな気がするわね。ロビーに戻るスイッチですね。あの辺に着地地点がある感じなんでしょうか。上から見てもわからないから飛び降りてみようっと。下に降りたらわかるでしょ、きっと。うわ、これ結構高いなぁ。あ、まずいぶつかる。痛い。でも今見えたわよ。あのぶつかったところのさらに下に水があったわよね。多分この辺だと思うんだけどな。結構途中に色々障害物があるので、場所がわかってもなかなか下まで行けませんよね。そうなのよね。あれ？ヨウム？ヨウムどこにいるの？あ、私はもうクリアしています。なかなか行けないって言ってたじゃない。寂しい。うん、ここめちゃくちゃ難しいんだけど。着水範囲が狭いですからね。ゆゆこ様の体の大きさだとかなりきっちり入らないと成功になりませんね。これは辛すぎるんだけど。もうダメだ、私もう頑張れない。何回失敗したらいいのよ。本当にこの体でこのステージを突破なんてできるの？できちゃった。やりましたね、ゆゆこ様。さすがです。何度失敗しても諦めないその精神力。ヨウムは感服いたしました。エッチンすごいでしょ。でもね、正直疲れた。でもまだ半分なのよね。頑張って先に進まなくちゃ。よし、次はどんなとこかな。うわ、なんかネザーっぽいわね。ほんとですね、ゾンピグちゃんやガストが見えますし、ここは完全にネザーですね。もうめんどくさいから飛び降りちゃおう。何度も飛び降りてたらそのうち分かってくるでしょ。お、なんか青いのが見えるんだけど、多分あそこね。いきなり着地地点が分かっちゃった。さすがです、ゆゆこ様。その調子で一気に突破してしまいましょう。よし、このステージは早めに突破するわよ。うわ、ちょっとずれた。しかもここも横幅は1マスみたいですね。ゆゆこ様にはなかなか厳しいステージになりそうです。きっと残り全部こんな感じよね。でも文句言ってもクリアできないわ。下まで行くのは簡単そうだから、なんとかぴったり着水しなくっちゃ。あ、ゆゆこ様すみません、私また先に行けてしまいました。いいのいいの、普通ならここは簡単そうだもんね。私も牛じゃなかったらな、多分もうクリアできてる気がするんだけどな。でも仕方ないわね、牛なんだから。クソ、今のは惜しかったわね。もう少しでしたね。頑張ってください、ゆゆこ様ならきっとクリアできると信じています。任せなさい。こんなところで足踏みしてる場合じゃないのよ。まだ残り2ステージも残ってるんだから。うわ、すごいです、ゆゆこ様。今回はかなり早めに突破できましたね。私の落下スキルも上がってるのかな。サクッと突破できたら楽しすぎる。よし、それじゃあ次のステージに行っちゃうわよ。次は何？いまいちわかりにくいですね。でもプリズマリン系のブロックが多く使われていますし、海の底のイメージなんですかね。なんかそんな感じよね。お、あれ着地地点じゃないの？ちょっと飛び降りちゃおっと。あれがそうだったらここも結構簡単かもしれないわね。あ、やっぱりそうだ。うわ、惜しい。もしかしたら一発成功できたかもしれないのに。悔しいな。ここも早めに突破してみせるんだから。でもそう簡単にはいかないか。大体の場所には降りられるけど、ピタッとはまるのが難しいのよね。あ、いけちゃった。ナイスです、ゆゆこ様。今回もなかなか早めに突破できました。よし、この勢いのまま次も突破しちゃうわよ。ここが最終ステージか。なんか近未来的な雰囲気よね。ここはどこに着地したらいいんだろ。なんかそれらしいのが見当たりませんね。もしかしたら何かに隠れてるかもしれませんね。ところどころに蜘蛛の巣が見えるのよね。蜘蛛の巣着地のパターンってないかしら。あるかもしれませんね。でも見える蜘蛛の巣は全部遠いところです。とにかく一回降りてみないとなんとも言えませんね。まあそうか。それじゃあ思い切って降りてみようかな。あの真ん中のは何なのかしら。あの下とか地味に怪しいんじゃないかな。とりあえず降りてみようっと。やっぱり真上からだと全然わからないな。うわ、あれだ。え、あんなところどうやって行くの？しかも水ちょうど1マスじゃありませんでした。あれ、ゆゆこ様入れるんですか？嫌な予感しかしません。あの真ん中の建物に穴が開いてるわけじゃないもんね。どこから行ったらいいんだろ。思いっきりジャンプで前に飛ばないといけないのかもしれませんね。これは難しすぎるでしょ。でも悩んでてもクリアはできないわよね。とにかくコツをつかむまで何度でも飛び降りなくちゃ。うわ、あの着地地点上に屋根みたいなのなかった？ありましたね。でも水の真上に穴が開いてました。距離的にあの上の屋根の穴を通らないといけないみたいですね。そんなの絶対に無理じゃない。あの奥の木の部分の下ぐらいだったわよね。あ、もうちょっとこっちか。うわ、結構近づけた。これは飛び方もかなり工夫が必要そうですね。あのネザーレンガあたりをめがけて飛ぶのがいいんでしょうか。上からいい感じで通り抜けられないかな。これはかなり厳しそうです。いい感じで通り抜けられたらいけるのかもしれませんが、そもそも体の大きなゆゆこ様には難易度が高すぎますね。ヨウム連れてきたのはあなたなんだけど。ゆゆこ様の体が思った以上に大きかったです。これは失敗でした。失敗を認めるのは素晴らしいけど、なんか複雑なんだけど。うわ、やっぱりこれはダメだ。横からの方が可能性ありそうだな。この辺から横をすり抜けて、そんなとこ
ところに引っかかるのかよ。難しい。ヨウムこのステージ難しすぎるわよ。これは想像以上ですね。私もあの屋根の位置マスに入れる気がしません。どうするのよこれ。とにかくドロッパーはこれで最後です。なんとか頑張ってみましょうゆうこ様。この次は何が待ってるんだ。あ、やっぱりこの隙間通るのきつすぎるわ。通れてもその先にもいろんな障害物があるじゃない。ですね。素直に横から行った方がいいかもしれません。やっぱりヨウムが先に突破しちゃったし、なんとかあの水の真上まで行けるようにはなったんだけど、全然入れる気がしません。これどうしよう。牛の姿で本当にあんなところ入れるの？もしかして一生牛の姿のままなの？そう今のいけないの？うわめちゃくちゃ惜しかったですね。でもあの大きさの穴が通れることがわかりました。いけますよゆゆこ様。あとは何度もトライするだけです。簡単に言ってくれるわね。その何度もトライするのがもうしんどいんだけど、もうさっきからずっとこんなことを繰り返してるじゃない。こんなところ引っかかっちゃうし。さすがのゆゆこ様でも心が折れる寸前ですね。でも大丈夫ですゆゆこ様。ゆゆこ様がこんなところでくじけるお方ではないこと。ヨウムは知っています。うわ今の私には眩しすぎるその笑顔。頑張るしかないか。絶対にクリアして元の姿に戻ってやるんだから。それはそうとヨウム。このドロッパーと次に用意してくれてるマップ。それをクリアしたら私が元に戻れる確証があるの？え？確証ですか？いやそんなものありませんけど。私もう頑張れない。はぁ、もう嫌だ。いつになったらクリアできるの？さすがにあの穴に入って着水するって難しすぎるわよ。できちゃった。え？ゆゆこ様、クリアできてるじゃないですか。ヨウム全然気づいてなかったわね。鮮やかすぎました。さすがゆゆこ様、目にも止まらぬ早技でしたね。苦しすぎました。でもゆゆこ様おめでとうございます。これでドロッパーはクリアです。それでは次のマップに行きましょう。まだあるのかよ。次はこちらです。え？ここは何なの？ふ行けばわかりますよ。でも安心してください。今度はドロッパーに比べると簡単かもしれません。ただドロッパーよりは走り回るのでよりいい運動になると思われます。というかゆゆこ様、何をなさってるんですか？ヨウムの後ろから覗くゆゆこさん。元に戻る気ありますか？ある。そうは見えないんですけど。お、何なんだろ。なんか狭い空間に連れてこられたわね。あ、チェストだ。何が入ってるの？お肉。大事なのはそっちじゃありませんゆゆこ様。え、火打ちしたお金の方？そうですね。このマップは隠された TNT を探すマップです。この範囲内に一つだけ隠された TNT を見つけ出し、そのお金で着火して爆破してください。そうすると次のステージへの道が開けます。なるほど、そういう感じなのね。確かに失敗を重ねて攻略するドロッパーよりは楽そうだわ。よし見てなさい、サクッと見つけて攻略しちゃうんだから。どこだどこだ。あ、ここから木の上に上がれそうよね。木の上とか怪しいんじゃない？原木の一番上に隠されてたりする可能性もあるもんね。どうでしょうね。今回私も同行していますが、基本的に発見からの爆破はゆゆこ様にお任せします。私が見つけてもリアクションはしませんので、頑張って探してみてください。え、そうなの？ヨウム探してくれないの？それじゃあゆゆこ様の運動にならないんですよ。厳しい。意外と見つからないわね。木の上じゃなかったか。まあ最初のステージとはいえ、そうやすやすと見つかるようには隠されてませんからね。これは大変な気がしてきました。隅っことか草ブロックが積んであるところとかも怪しいのよね。ブロックとブロックの隙間なんかもありえますよね。でもなかなかないな。もうしんどくなってきた。あ、ここなんか隙間が。あったー。やったわよヨウム、 TNT 見つけちゃった。やりましたねゆゆこ様。これで最初のステージクリアです。わーお、爆発して岩盤が見えちゃったわよ。あ、奥になんかある。その奥が次のステージへのボタンになっています。なるほど、そういうことか。このボタンを押したらいいのね。あ、今度は砂漠だ。またチェストがあるわね。ご褒美のお肉。そのお肉は別にご褒美じゃないんですよ。牛になったのを直しに来てるんですからね。バクバク食べてたら意味ありませんよ。お腹すいた。この部屋はサボテンがいっぱいだな。あら、なんか小屋があるわよ。この部屋の中にあったりはしないみたいね。どこだどこだ。この辺じゃないか。痛い。え、当たらないようにすり抜けたはずなのに、ゴリゴリサボテンに触れちゃったんだけど。体が大きくなってるんですよゆゆこ様。痛い。体が大きくなってる上に体力も少ないから、これは気をつけないと。サボテン怖いなぁ。でもちょっと触れちゃうのは仕方ないわよね。あ、あったあった。よし、これで砂漠ステージもクリアだわ。やりましたねゆゆこ様。サボテンがゆゆこ様にとっては辛かったと思いますが、気を取り直して次のステージに進みましょう。よし頑張っちゃうわよ。次はどんなステージなのかなぁ。お、今度は村が出てきたじゃない。あれ、レベル4だって。まだ2つしかクリアしてないわよ。レベル3はどこに行ったの？あら、本当ですね。何かバグでもあったんでしょうか。まあそれでも先には進んでるので気にせず進みましょうゆゆこ様。まあそうね、レベルを1つ飛ばせたんならラッキーだわ。村か。村といえば村の道が怪しいな。あれ高さが他のブロックより低いから、隙間要素に使われることが多いのよね。今回もしかしたら村の道の奥に TNT が隠されてたりするかもしれないわね。村の道を注意して見ていきましょう。お、これあった。これ絶対 TNT でしょ。うわゆゆ
子様もう見つけちゃったんですか。ふふふ、ゆゆこさんの観察眼を舐めてもらっちゃ困るわよ。こんなの楽勝なんだから。さすがゆゆこ様。よし、このレベルもクリアね。この調子でどんどん進んじゃおうっと。次はどんな場所かね。次はネガーイメージのステージみたいですね。うわ、これサボテンよりヤバいじゃない。熱い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 。まずいわヨウム。炎の当たり判定も広くなってる。いや、炎の当たり判定が広くなってるんじゃありません。ゆゆこ様の当たり判定が広くなってるんです。悲しい現実。いや、これヤバすぎるって。めちゃくちゃ炎に当たっちゃうじゃない。このままじゃ私ステージになっちゃう。なかなかなれるもんじゃありませんからね。はあ、怖い。でも頑張らないといけないのよね。ここもなんか小屋があるわね。この中はどうなってるの。はしごで上に上がれるのか。あれ、え、ゆゆこ様どうされました。上がれません。え、はしごから上に上がれない。あ、そういうことですか。はしご分の厚みがあるんですね。はしごプラスゆゆこ様で1マスを超えてしまってるみたいです。え、どういうこと。どういうことも何も。ゆゆこ様が大きすぎるんですね。大きいって言わないで。仕方ありません。上には私が上がります。もし上に TNT があれば私が起爆しますね。お願いします。あ、でもゆゆこ様、上には TNT はないようですよ。あら、そうなのね。それじゃあ下で探さないとダメか。うわ、でも炎多すぎるんだけど。これはかなりの密度ですね。ゆゆこ様気をつけてくださいね。いや、気をつけるけど。あー、ゆゆこ様、もうやだ、炎怖い。チチ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 、助けて。ゆゆこ様お気を確かに。早く突破して次のステージに行きましょう。そんなこと言った。ここに登れなかったゆゆこ様にヒントをお教えします。私の位置からもう TNT が見えてます。え、そこから見えるの。ということは、あったー。くそ、そこに登れてたらこれも簡単に見つかってたじゃない。まあそうなりますね。牛であることのデメリットでしたね。悲しすぎる。でもこれでやっと次のステージに進めるわ。次はさすがに燃えたりしないでしょ。早く次のステージに進みましょ。今度は水です。やりましたねゆゆこ様。ここは安全に探索ができそうですね。最高すぎる。確実に最高のハードルが下がってますね。でもこれだけ水だらけならこのステージの攻略は簡単そうよね。まあそうですね。探せる場所がかなり限られてますからね。よし、それじゃあサクッとクリアしちゃうわよ。あ、ほら、もう見つかっちゃった。さすがですゆゆこ様。さすがにここはゆゆこ様には簡単すぎましたね。よし、次次。おっと、次はエンドだわ。ここも別にダメージを受けるものが置いてないし、結構楽に調べられるんじゃない。まあそうですね。さっきのネザーステージが凶悪すぎましたよね。パパッと見つけて次に行きましょう。よし、 TNT 見つけちゃうぞ。やっぱり黒曜石が怪しい気がするのよね。ほら、あった。ここも簡単だったわ。順調ですねゆゆこ様。ふふふ、そうでしょ。ドロッパーに比べたら楽しすぎるんだけど。ドロッパーも楽しいマップですが、体の大きなゆゆこ様には厳しすぎましたからね。そうなのよね。お、次は洞窟だ。これは結構わかりやすいんじゃない。そうですね。高さが限られてますからね。よし、ここも頑張って探しちゃうぞ。あ、ダイヤだ。シオンちゃんなら大歓喜してるだろうな。あー、シオンちゃん、会いたくなってきた。そのためには早く元の姿に戻らないとですね。よし、やっぱりここは簡単だったわ。この調子でクリアしちゃいましょ。次はジャングルみたいね。うわー、これは結構大変そう。草がかなり生い茂ってますし、ジャングルの木の上にも登れそうですもんね。うわー、いかにも登ってくださいと言わんばかりのはしごじゃない。私、はしごはトラウマなんだけどな。あ、あー、もうしやだ。元の体力なら今の落下も耐えてましたよね。辛い。落ちないように慎重に慎重に。よし、上に上がれたわよ。すごい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 。いい眺めだな。でも待てよ。今までの傾向から行くと TNT が爆発して次のステージへの道が開けるのよね。まあそうですね。地面にある可能性の方が高いじゃない。やっぱり上にはありませんでした。となると下のどこかに隠されてるパターンか。どこにあるんだろ。探せ探せ。お、この木の根元怪しいんじゃない。ほら、やっぱり岩盤が見えてる。絶対にここでしょ。あれ、でも TNT が見えないな。ここじゃないのかしら。え、見えてますよ。それじゃあ私が着火しちゃいますね。もしかして、また体が大きいから見えなかったの。悲しい。うわ、今度は虹のステージだ。うわ、綺麗ですね。最高すぎる。ここでレベル10ですし、雰囲気的にもここが最終ステージっぽいですね。ゆゆこ様もう少しです。頑張って攻略しちゃいましょう。よし、頑張るわよ。頑張って元の姿に戻るんだから。でもこれどうしたらいいの。どうやらガラスでできた迷路みたいになってるみたいですね。正しい道を見つけて下にあるTNT まで行きましょう。ここは逆にもう TNT は見えちゃってるのね。そこに行くのが大変っていう感じか。あのはしごも使わないといけないみたいね。あ、ここだここだ。ここから下に降りれるみたいよ。降りれません。うわ、そういうことですか。また1マスしかスペースのないはしごなんですね。これはゆゆこ様に降りることはできませんね。悲しすぎるんだけど。待っていてくださいゆゆこ様。私が下に降りてはしごを壊しちゃいます。はい、ゆゆこ様、これで大丈夫ですかね。もう降りても平気ですよ。ありがとうヨウム。いて、ヨウムのサポートなしでは何もできない体になっちゃってるのね。ほんと情けないわ。早く元の体に戻りたいな。よし、やっと TNT のところまで来れたわ。これでクリアできたのかな。だと思うんですけどね。さあゆゆこ様、ボタンを押して先に進みましょう。よいしょっと。やった、ヨウム見て見て、クリアできたみたいよ。あら、でもまだ牛のままですね。あ、でもゆゆこ様、チェストがありますよ。ほんとだ、何が入ってるんだろう。うわ、すごい、クッキーだ。うわうわ、なんなの、どうなっちゃうのー。
ゆゆこ様、元のお姿に戻ってます。へ、アテントだ。やったー、戻ったわよー。ゆゆこ様、本当に良かったです。あー、クッキー美味しい。今度は横にならないでくださいね。それは約束できないな。いや、できないんかい。